雷桜は、上座マリによる日本の時代小説、また、それを原作とした漫画及び映画作品。2000年に角川書店より発売された、ゆという女性の半生を描いた時代劇小説。2010年10月時点で40万部を突破している。また月刊明日か2010年8月号から11月号まで、八タミ作画による漫画版が連載された。 雷桜は日本版ロミオとジュリエットと題した身分違いの恋愛をテーマにした時代劇。シネマコンプレックスが普及したことなどから邦画としては異例の金曜日の2010年10月22日公開。監督は余命1ヶ月の花嫁の広木隆一。主演は春また滝の岡田正樹。キャッチコピーは女は恋さえ知らなかった。男は 愛など信じなかった。しくも奇妙なその桜が、二人の運命を変えた。テレビ特番として TBS などで、映画、雷桜から学ぶ恋愛心理学 SP、または映画、雷桜特番究極の恋物語と言われる四つの理由が放送された。また、侍シネマキャンペーンと題し、13人の資格、桜田門外の変、武士の家計簿、 最後の中心蔵と合わせて2010年公開の時代劇映画5作共同のキャンペーンも行われた。2010年10月22日から24日の初日3日間で公衆8614万8460円、動員は6万8922人になり、映画観客動員ランキングで初登場第8位となった。また、ピア初日満足度ランキングでは、 第5位となった。ありがとうございます。